リビング書店のヨッピーです。ニムさんです。今日はぎゅうぎゅう電車を紹介します。作られた方はクンクミコさん、絵を描かれたのは加藤陽子さんです。はい、こちらは町の広場っていう場所の町の広場駅というところですね。今日はなんかにぎわってますね。何があるのかなと期待してしまいます。駅の中はなんと人がぎゅうぎゅうです。うん、何があるのって感じですね。なんと今日は森のお祭りがある日ですね。この電車に乗らないとそのお祭り会場に行けないので人がいっぱい集まっています。まあ、人というか動物たちですね。はい、動物たちが、まあ、ここちょっと少ないですけどいっぱい描かれています。駅員さんがいるんですけど、駅員さんがみんなを乗せてあげたいけど危ないから順番に乗せますよ、ちょっと待ってくださいねって声かけてます。まあみんな嫌な顔しないで待ってますね。はい、嫌な顔してる子いるかなって今探しちゃいました大丈夫そうでした。はい、じゃあ1台目で、まあ、ちょっと入れて、まあ、そんなにぎゅうぎゅうじゃないけど次の電車を待って、で2台目って言っていいんですかね。はい、次の電車にまた人を乗せて、はい、じゃあ行ってって感じでどん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 乗せていくんですけど、最終電車にぎゅうぎゅうに乗せるんだけど、うん、ちょっと乗れないお友達がいます、どうしようって言って駅員さんがちょっと、うん、押し込んでますね。ちょっとお願いします詰めてくって感じで声かけてますね。そうするとちょっと最初どうやって詰めたらいいかなってちょっとみんな悩みながら周りを見ながらちょっとずつ横にずれる、どうするって感じですけど、まあ乗せてあげようよって中で誰か言ってくれましたね。でギュギュッと入ることができました。あ、ブタくんですね、これは。ブタくんよかったねって感じですね。もう駅員さんもよかった入った入ったって感じですけど、そうするとなんとキリン、首が長いキリンくんがまだ乗ってなかったんですよ。で、どうする、これ以上乗る、この電車に乗りますか、でも乗せてあげたいな、どうするどうするってこうちょっとみんな困惑気味、びっくりしてますねみんな電車よりも私あらあらって感じですけど、やっぱり詰めて詰めて乗せてあげようよって誰か多分電車の中から言ったんですね。どうやって入るかなってちょっとみんな思いながら少しずつ詰めたら、なんと首をぐるっとこうね上の方開いてたんですね。上の方にぐっと首を入れて入ることができました。みんなの体もちょっとくの字みたいになって、そうですね、キューッとそれでもぎゅうぎゅうだけどなんか嫌な顔してないですね。みんななんか楽しそうな顔しています。駅員さんもよかった入ったって感じの顔してました。そこに縦紙でしたっけ、縦紙、はい、ライオンの縦紙がふっさふさのライオンさんがやってきました。僕乗れますかねって感じですねあーどうしようかな、みんなもびっくりしてますね。で駅員さんもあらやってます。このちょっとライオンさんは無理じゃないかなってちょっと読者はもう思っちゃうんですけど、やっぱり詰めて詰めて詰めてあげようよって誰かね、やっぱ優しい子が言ってるんですね。どうやって入るのかなってちょっと心配になるんですけど、なんとその縦紙を結んで、結んだ髪の毛の上に小さいサウさんも乗せてあげて、ほんでギュッと電車に乗り込むことができましたでみんなもさっきのくの字がさらにくの字になって乗ってますね。かわいいですね。なんかこうニコニコっと笑顔になったりしてますね。嫌な顔してる子がやっぱりいませんです、ね、あよかったって、やっぱりみんな行った方がいいよねってきっと心で思ってるんじゃないかなって思います。あよかった、全員乗れましたって感じでね駅員さん言ってます。さあじゃあ行ってください、ビリリ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 ーと音も鳴ってますね。最終電車ですよ、出発しますよと声をかけたんですけど、あれあれもう一人乗ってない人がいるよってね中から言ってます、どこにどこにって駅員さん言ってますね。そこにそーっとゾウさんの首が駅員さんの肩にこう近寄ってきてますね、
めくるとなんとゾウさんの首の上に駅員さんを乗せて電車の中に入れてあげました。駅員さんも一緒に行こうよってね、うん、忘れちゃダメな存在ですねついついなんかねこう読んでるこっちはみんな乗ってるのになって思ったんです、うんうん、あなるほど駅員さんかって感じですね。優しいですね。優しいですね本当優しいなって。で電車がこう閉じて、うん、もう一個のお祭り会場に向かいます。みんなぎゅうぎゅうなんですけどニコニコの顔して楽しみでね、いますね、うんうん、やっぱ全員乗れたっていう喜びとあと今から祭りだ祭りだって感じの気持ちなんですかね、うんうん、みんな嬉しそうです。はい、お祭り会場に着きました。お祭り会場では、大きい花火がここにも描かれてますね、うん、大きい花火が打ち上げられてその打ち上げられた横のとこですかね、輪投げがあったりチョコバナナが売ってたりアイスが売ってたりでジュースがいっぱい売ってたりしますね。うん、うん、もうなんか楽しそうで楽しそうで悲しい顔してる人がいないなって、うんうん、もうついついこう全員見てしまったんですけど思いました。やっぱねあの時多分駅員さんが乗れなかったらここまでもしかして笑顔じゃなかったかもなーなんて思いながら見てましたね。で今ちょっとね、今年なんかは打ち上げ花火見れなかったりお祭り自体がなかったりしますけど、なんかこれだけ見てるだけでもなんかあ花火ってやっぱりいいなーって思いましたね。はい、で最後はみんなで打ち上げ花火を見上げて幸せな気持ちで終わりましたっていう話ですね。なんかね花火やっぱり見れないけど絵で見てるだけでもなんか、ですね、なんか夏の気分がね、まあ、ちょっとねあの秋に入りかけてるけど、まあ、秋の花火もいいなとか、なんかどの季節に見てもやっぱり花火ってやっぱりいいなって思って、綺麗ですね。ねね綺麗ですよね。でなんかまたこの下に走るで、まあ私もともと電車好きだからなんかいいなって感じで思いましたけど、ね、まあやっぱりぎゅうぎゅう電車もなかなか乗るとちょっと危ないっていうか、なるべくねソーシャルで、そうですね。ね、まあちょっとね、そんなことを思ってるとちょっとこれダメだなって思っちゃうんですけど、でもなんかいいですよね。やっぱこうやってなんかみんなが詰めてあげようよってすごい優しい気持ちがあるなって、ね、お互いにね、この体くの字になってもなってでも入れてあげようなんてなかなか、そうですね、ついにまだ乗るのって思っちゃいますね。ね、田舎にいたらやっぱりないですからね、こういう体験がほとんど、ね、ね、もう自由になんていうかそうです、席を探すディスタンスを OK って感じですけど、ね、いやすごいなと思って、このキリンさんなんか絶対入らないよなって、ね、私本当思ったんですよ、首曲げたんだちょっとつくまでね頑張らないといけないけど面白いなと思って、ね、まあ、ライオンさんもね、たてがみ大きいですもんね。そうですね、絶対無理でしょって顔、絶対しなんかちょっと思ってる子いるのかなと思うんですよね、いないのかな、ちょっと思ってそうですねちょっとどうしようって感じですね本当ですね。でもね、ちゃんと入れてあげて、まとめると結構コンパクトになりますね、やっぱり。そうですね、髪ね本当ですね、普段ちょっと結んでても可愛いかもしれないですね。お祭り仕様でいいかもしれない本当ですね、なんか私実家が新潟なので、長岡花火っていうのがあるんですけど、私の住んでる町はちょっと田舎だから電車いつも好き好きなんですよ、でもそのお祭りの日だけはもうその臨時電車も出るし、でも毎回その満車っていうんですかね、ぎゅうぎゅうなんですよ、かなり、でその時だけはぎゅうぎゅう電車にこう、あなるほど、体験できるというかちょっと思い出しますね。そうそう、まあ、ここまでちょっと入れてあげることないんですけどでもなんかぎゅうぎゅうだけどまたそれがなんか面白いっていうか、楽しい気持ちになって、なんか特別感がね、でわーってその会場まで行ってっていうのをすごく思い出して、なんかぎゅうぎゅうだけど
それがまたいい。まあもしかして普段ね、あのそういう体験されてる方はそんなっていうかもしれないですけど。本当ですね。まあ自転車毎日乗ってるみたいな。ちょっと私なんかはもうそれがなんか楽しかったので、思い出ありますけど。ね、でもなんかお祭りに電車に乗っていくっていうこのストーリーも面白いなと思って、ワクワクしますね。ね、ワクワクしてる様子がよくわかりますね。はい、これも楽しそうでね、いいですね。いいです。もうね、お祭り自体がもう今年本当にないですもんね。そうですね。その屋台とかでね、何か買って食べるとか、浴衣着るとかそういうのがないですもんね。ですね。なんで、まあ、これを見てちょっとね、そういう気持ちを、気分というんですか、味わってもらってもいいかなって思ったりしました。はい、じゃあ今日はぎゅうぎゅう電車を紹介しました。